どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日はですね、毎月、月末付近の恒例のですね、ガズのウクレレたちの、販売&予約再開のお知らせと、その後ちょっとね、先日行われましたウクレレピクニックというイベントで、 G ラボのね、この G ラボウクレレのポップアップショップブースが、出展したよということで、ちょっとね、写真でちょっとその様子をシェアしていこうかなと思うんです。はい、まずですね、はい、一応これを先に言いましょう。2022年の7月23日お昼ちょうど正午ぴったりより、ガズのウクレレたち、販売と予約再開でございます。はい、このね、どこでできるかというと、このホームページ、リンク貼っておきますけど、ここのガズレレホームページで、7月23日お昼から、皆さん、ご希望のウクレレがあればですね、予約か、販売即販売のものと予約が受け付けられるものがあるんですけど、リストになってまして、在庫がどのくらいあるかって一目瞭然になってるようにしておりますんで、ぜひ皆さん興味ある方、ホームページに行くだけ行ってみてください。今のリンクともちろん概要欄にも貼ってますからね。はい、一応だからそのラインナップを、紹介しておくと、入門者に一番ふさわしいガズの初めてウクレレシリーズ、ソプラノコンサートと、薄レレ、これ薄レレですよ、はい、薄レレとガズのわがままウクレレシリーズ、このあたりはですね、即販売、ものによりますけど即販売でございます。で、いつも使っている YouTube で使っている、ガズモデルとかヴィンテージシリーズと、あとセミオーダー、このあたりのラインナップは予約受付中と、受付するということですね。はい、ホームページでちょっとご確認ください。毎月月末あたりにこの期間限定でこの販売と予約を、受け付けておりますので、それ、周知していただくとですね、毎月このようなご案内を出しますからね。で、ガズレレのウクレレたちっていろいろフレットの、どこまでフレットがあるかとか、ピックアップがついてるだとか、いろいろね、選べる設定になってるんですよ。で、そのことについてすごい詳しく、解説してる以前撮った動画をですね、この時間まで、早送りしてもらうと、ガズが分かりやすく解説してますんで、ぜひちょっとこの後ご覧になってください。で、まあ今日もう一個ね、はい、この間行われたウクレレピクニックというイベントで、この G ラボの、ウクレレたちのポップアップショップが出たよということで、ちょっとこの写真をちょっと見てもらいたいんですけど、こんな感じで可愛らしいですね、ちっちゃめの可愛らしいブースだったんですけど、たくさんの方に来ていただきましてね、もうほんとね、いろいろ試していただきたいんですけど、でもただなんでやっぱりイベントなので、あちこちから音がすごくするんで、ゆっくりしそうっていうことではなかったと思うんですけど、それでもみんなね、もうこうやって聞いて気に入ってくださって、たくさんご購入いただいて本当にありがとうございます。いいウクレレがたくさん旅立っていきました。皆さん育て上げてくださいね。はい、いろんなラインナップがこう展示されていたんですけれども、やっぱりね、ガズモデルとかそのセミオーダーとかの美しさというかね、鳴りの良さっていうのをね、そのガチャガチャみんな周りがしてる中でもちょっと際立ってたかなというふうには思います。来てくれてね、触っていただけた方はね、なんとなく、あ、なるほど、こういう感触か、やっぱいいなって思ってくれたんじゃないかなと思います。で、あとガズに会えなかった方もいると思うんですね。会えた方もね、たくさんもちろんいたんですけど、まあまあそんなこともあって、いろいろちょっと面白かった。こういうイベントもね、機会があったら増やしていこうかなというふうに思ってますね。またぜひ皆さん、よろしくです。ちなみにこのウクレレピクニックでの、ブースの時に出展している様子の生配信をですね、したんでですよ。ちょっとこのリンク貼っとくんで、その生配信の時の様子も見ていただければというふうに思います。はい、あとはね、いつもお伝えしていただいてるんですけど、このイベントで、2年ぶりのイベントをやるよということで、8月18日仙台、9月2日名古屋、8月18日は夏休み真っ最中ですからね、グルメツアー、牛タンツアーと一緒にいかがですか。9月2日は、G ラボウクレレのお膝元、名古屋ですからね。はい。で、9月9日と10月21日の東京、大阪は、もうありがとうございます。チケット完売です、皆さん。ありがとうございます。はい。11月2日の横浜、こちらはまだね、予約受付中でございます。はい。だからこの仙台、名古屋、横浜は大好評で予約受付中ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いしますということでございます。あとね、もうちょっとしたらですね、このイベントにまつわる情報とか、どんなことやるかとか、いろんなこと考えてることをですね、YouTube にこうアップロードしていこうというふうに思ってますんで、いろいろよろしくねということでございます。まあ、新しい紫本も出たりとか、もう活動がもうワンワンなんですけれどもですね、やっぱ夏といえば、ウクレレですよ。はい。今から始める方も、もうちょっとベテランの方もですね、やっぱガズレレいろいろチェックしていただいて、楽しいこうミュージックライフを、築いていただければなと思います。あ、そうだ、この間もそうだ、弦がね、すごい大好評でした。このウクレレの弦に貼ってある、ガズレレのウクレレの弦はですね、柔らかいウクレレ弦というのを発売してますよ。2回分入っている、すごくお買い得で、めちゃくちゃ柔らかいんで、ぜひこっちもよろしくお願いします。そういうようなご案内でございました。では、この後ですね、このガズのウクレレたちを注文して、ご購入いただく
学際にいろいろ選べる、どんな風に選べるのかっていう動画貼り付けておきますんで、ゆっくりご覧になってください。それではまたね。バイバイ。じゃあ動画をどうぞ。全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの、初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日、2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとか薄レレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ、前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから案外なりが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃデッカアウトをするすごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレはほぼオーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットのこの数がほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさがソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方を見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよ。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、これ3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。これ、見て。すごいですよ。この木目といいですね。はい。ガズレレと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ、ヴィンテージシリーズということで第1本目、このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサート、ソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ？凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、
見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい。こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たに、この G ラボットガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しくそれを書いているホームページを、作っております。そう、ここに、そのページ、詳しい、スペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそポジションマップの形とかいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。